こんにちは。今年は、はい、まあ、ちょっと飛ばないボールなんていうふうにも言われていますが、はい、バッターは3割台が少ないと。その代わりやっぱ投手陣がいい防御率を誇っております。すごいな。はい、セリーグ、あの高橋宏斗投手はまだあと1イニング足りないのでまだね表には乗ってこないんですけれども、高橋宏斗投手は現在防御率 0.48、 そしてカープの大瀬良投手は 0.82 ということで、まあ、あと1イニング宏斗投手が高橋宏斗投手が投げればおそらくワンツーのどちらかには入ってくるのかなと。次の登板投げた時に7イニング投げないと、うん、7イニングか6イニング投げないと、まあ、試合はその間進んでるからさ。そうかそうか。いやだから6イニングか7イニング投げないと規定投球回数には達しないんだよ。そうか。昨日はあと1イニング投げとけばギリギリ達したんだけど、はい、また今日試合が終わったら消えるという。なるほど、うん、そういうことなんですね。そういうことだったんだよね、はい、でも 0.48 だぞ、ええ、打席に立ってみたいよ。立浪監督に頼んでブルペンの練習の時でもいいから立たせてくれないかって、うんうん、実際見てみたいよ。どういうどれだけ力があるのか、はい、やっぱテレビで見てても違うよな、うん、ちょっと他の投手とはやっぱ違います。いやなんかねドーンといってるっていうかさ、はい、鉛の球を早く投げてる感じの、うん、ピストルでピューンっていってる感じじゃないんだよね。そういう感じもあるんだけどそれが球が重い感じがするんだよ、うん、ドシーンっていってるような、うんうん、でランナーがいる時にはまたちょっと上げるんだよ出力を、うん、そしたらもうこれは打てないよ。スプリットはあるし、はい、カットはあるし、うん、コントロールは悪くないし、いいですよね。現在33イニング連続無失点中で、あの今年は出だしがちょっと遅れて4月の終わりからようやく合流してきたというところなんですけども、現在は、まあ、もう8勝なのでキャリアハイに行きましたね。並んだね、はい、去年が、7勝、一昨年6勝、キャリアハイになった。キャリアハイにもう行きました。2022年2023年はどちらとも防御率は2点台、 2.47、 2.63 だったんですけれども、今年は一気に0点台にやっぱ行ってる。なんか楽しそうだよね彼は。あ、まあ、そうでしょうね。今楽しんだと思う。だってヒーローインタビューでもさ、細川さんがあそこで1点取ってくれたんで、うん、あとはもう楽に投げられました。1点でいいんだよ。まあそれは防御率が 0.48 だからさ。そうですよね。1点取られないんだから。すごいな。だからそれはもう1点あったら勝てるというふうに自分でもそのぐらいの自信は持ってるんだろうな。あとはやっぱりそのフォームを大改造してきてるじゃないですか、ここ1年ぐらいで。で1回それあの WBC の前にそれをブルペンで中日のキャンプの時やって慌てて元に戻しなさいっていうことになったと。ただフォームとしては自分が良いと思ったフォームになってるわけですよね、今落ち着いてるというか。まあ多分落ち着いてると思うし、うん、成績がね納得する成績だろうから、うん、気持ちよく、まあ、投げてると思うけど、あの時は、はい、なぜそう慌てたかというと中日の首脳陣が、うんうん、WBC があったわけよ、はい、いやそれで、ね、責任があるじゃない、チームとして出さなきゃいけないし、うん、それ変えてきたのがいいよと、うん、ただそれで結果が出なかったらどうするんだと。いやいやそうじゃなくて足上げて、うん、まともに投げてる時の高橋宏斗を選んでるわけだから、うん、それはちょっと違うぞと、うんうんうん、それで投げられなかったら責任問題になるぞと、うん、っていうことだと思うんだよ。あれがその WBC なくて通常のシーズンであればちょっと試してみればいいって、うんうん、そうですよね。いや多分言ってたと思うんだよ、うん、まあオープン戦でダメだったらまた戻そうかっていう話にも高橋宏斗は乗ったと思うんだけども、うん、その時は WBC があるしさ、うん、いきなり見たこともないようなホームで投げられてもあれみたいな、うん、球いってないじゃん全然みたいな、はい、責任問題になってくるから、うん、気持ちはわかるよね首脳陣の。はい、まあでも今年の場合は、まあ、出遅れはあったにしても、うん、やっぱここまで安定してくれてるとな、その出遅れを本当に取り戻してくれてるよな、うん、その去年おととし、まあ、2.63、2.47 っていう防御率も素晴らしいですけど、そこから大きくジャンプアップしてこの0点台ってのは去年おととしどこがさらに良くなってるんですか。やっぱ精度が良くなったな、うん、もう追い込んでいくよね、どんどん、うんうんうん、打席に入っても圧迫感があると思う。それと早くやっぱり勝負に行くでしょ、そういうピッチャーに対して、はい、でファールになるじゃん、うん、そうなってくるとやっぱ焦ってくるよね、うん、その高橋宏斗って打てないバットを抑えてるんじゃなくて、うん、そのチームの主力を抑えに行くよね。例えば村上に対して三三振とかさ、うん、やっぱり主力を抑えられるから楽に勝てるという。そうか、
抑えられるバッターを抑えるんじゃなくて、主力には打たれても、うん、抑えられるバッターに対しては抑えていくっていうタイプのピッチャーもいるわけね、中にはね、うん、高橋宏斗は主力を勝負しに行って抑えて勝ってるっていうあたりが力を見せつけてるというかさ、ねじ伏せてるような感じに見えるんだよね、うん、すごいピッチャーだなと思うよ。ですよね。あとあのいわゆるショートアームっぽい感じですけれども、ね、はい、まあ、山本由伸投手をねやっぱり尊敬してるってこともありますけれども、はい、ショートアームっていうのもそのバッター陣に対してどうなんですか。さらに球が速く来るとか、まあ、速く感じるだろうな、うん、やっぱボールが見えないところからバーンと出てくるわけだから、はい、それはやっぱ速く感じると思う、うん、あとは省エネにもなるんですかね、本人の。どうなんですかね。まあ、元々やっぱスタミナがあるな、彼はな。そうかそうか、うん、だから、まあ、投げたがりというかさ、はい、投げるのが多分好きだと思う、うん、今野球楽しいでしょ、まあ、まあ、そりゃ楽しいよ、まあ、俺だってお前あんなピッチャーになるんだったら楽しいでしょ。毎日楽しいですよね。楽しい楽しい。そうですよね。いや本当だよ、うん、もうバッター来なさいみたいな感じだもんね。そうですよね。だから逆に高橋宏斗投手が今怖いバッターって誰なのかなっていうのが気になったりもしますけどね。一番やっぱ怖いって言うよ。どのバッターが嫌なんですかね。やっぱりね、怖さがないと逆にあそこまで完璧に投球できない、うん、33イニングっていう、怖さがあるから腕が振れるという、逆に怖さがあるから腕振れない人もいるんだけど。そうですよね。でも怖いから振るっていう、怖さを知らない人っていうのは大した成績を上げれないよ、うん、一時期はいいかもわからないけど、でも高橋宏斗っていうのはある程度怖さも知りながらの投球を多分してると思う。あとメンタルってどうなんですかね。危ねえとか言ってんじゃん自分で。言ってる、みたいな。そう言ってますよね。いやもう楽しいんだよねやっぱ。でもそういう危ないとか怖さとか、うん、ちょっと間違えるとみたいな、うん、あの球を持ちながら持ってるっていうことはより慎重に腕が振れるということ、ね、プラスアルファ弱気ではないってことですよね。いや怖いけれども、うん、弱気になるのと怖さを知るのとは全然違って、うんうん、怖さというのは教訓だよね、はい、教訓を持ち合わせてるからそれをバネに腕が振れるという、うん、だからすごいよな。すごいですね。いやだからオフのトレーニングとかすごいやってるのかなとか。いやそれはやってると思うよ、思いますよね。明るいのがいいな彼はな。あそうなんですよね。あのオールスターの、ね、時も非常にあのうえーいって言ったとかしてたので、戸郷投手と一緒に若者らしいというか。そうだな、うん、さあそして一方のカープの大瀬良投手、現在防御率 0.82、現時点でトップいってます。今年は15試合で4勝、防御率0点台で唯一セリーグで前半戦ターンした投手ということで、あの前半戦では35イニング連続無失点もあったり、ノーヒットノーランもしたりとありましたけれども、はい、今シーズンの大瀬良投手どうですか。もっと勝ちがついてもいいよな、うん、4勝なんですよなあ、うん、いやこれはやっぱ勝たしてあげなきゃいけないけども、うん、まあいろいろ先発やったり抑えも経験したりだとかさ、はい、まあいろいろこうした中でプロ生活の中で一番充実してんじゃない今が、うん、で球も一番安定してるし、はい、そう入ってきたまあ、1、2年というのは球も速かったしさ、うん、だけどそれを抑えながらも味が出てきてるよな、はい、ピッチングに、うん、菅野とよく似てるような感じがするよね、はい、やっぱ投げてるボールに対しての力も感じるけども、うん、まあ、精度が良くなったな、カットボールだとかさ、うん、スプリットだとかさ、はい、まあ、ツーシームにしても、うん、しっかりしたコースに投げ分けられるというか、うん、まあ、それとやっぱこうバッターをよく見えてるな、これを打ちに来るのか待つのかとか、はい、そういうことがしっかり見ながら相手をこう見ながら投げれるようになってるなっていう、うん、今まではそのどちらかというと自分本位というかさ、はい、ここに投げたいって思ってたけど、うん、今年の場合はここに投げればなんとかなるとか、うん、計算されてるんだよね配球部分は、うんうん、だからまあそこら辺がうまくいってるなっていうのは思うけどね、うん、確かに、まあ、去年は2023年は防御率 3.61、 23試合に登板して6勝、2022年は防御率 4.72、 23試合に登板して8勝と、やっぱり防御率も今年大きく、まあ、そうだね、まあ、昨年はね肘の不安があって、はい、まあ、ずっとそういう爆弾を抱えながら、はい、まあ、投げてたから、はい、まあ、自分のそのパフォーマンスっていうのは存分には出せなかったけども、はい、まあ、その不安が解消されるとどんな問題みたいな、はい、これが実力だぜみたいな、うん、ただ勝ち星がなぜつかない、そう
ですね。そうだ、4勝じゃちょっとかわいそうだな。だって高橋宏斗投手13試合で8勝なんですよ、うん、大谷投手15試合で4勝なので、この防御率で、まあまあ、あんまり打ててないよね。そうなんですよ、うん、この勝ち星っていうのはね、兼ね合いというか、まあまあな、あ、ね、打ってくれないとな。そうなんですよ、まあ、打撃本願的なところがあるからね、はい、まあ、だけど0点にはずっと抑えてきてるんで。そうなんです、あの1点取ってくれないんだよ。そうですね、だから勝てないとか、うん、まあ、そういうことがあったりだとか、うん、運もあるけどな、うん、あの中継ぎとか後ろ側を垂れてしまったとか、そうだね、それを責めるような大瀬良でもないし、はい、まあ、そういう人たちの気持ちも十分分かりながら先発のマウンドを踏んでるから、うん、けなげに思うのは1イニングでも長く投げてあげたいっていうさ、うんうん、そういうことは感じさせてくれるよね。伝わってくる、すごく。そうですよね、だからまあそういう姿を見るとやっぱり広島のエースって大瀬良なんだなっていうのはあるよね。ありますよね、うん、で実はこの今日高橋宏斗投手と大瀬良投手、何も防御率が今ね0点台ので非常にいいから、この2人の組み合わせっていうだけではなくて、記事で出ていたんですけれども、広島の大瀬良投手、新しい新旧スプリット投入へ、オールスターで中日の高橋宏斗投手から教わった武器を備え、いいパフォーマンスをということで、どうやらこのオールスター中に高橋宏斗投手からスプリットの握りを教えてもらったと。誰かに落ち球を聞きたいなと思っていて、周り見て近くにいたのが高橋宏斗君だったので、どうやって持って投げているのと話を聞いて、そのまま救援でちょっと投げて球動いてはくれましたということで、まあ、説得力はあるよね、あれだけやっぱこう落とすさ。そうですよね、あ、まあ、それと大皿の偉いところっていうのは、うん、年齢関係なく、はい、分け隔てなく、うん、自分にないところを取り入れようとするね、うん、まあ、素直な気持ちと、高橋宏斗は惜しげもなく教えるというね、うん、これあの気前の良さ、新日のね、コーチ陣聞いたらちょっとって、まあ、首脳陣というよりはバッターたちだよね、うん、あれに落ちるボールが、より精度のいい落ちるボールが加わると、うん、そりゃ嫌だよ、おい、なんで教えてくれたんだってなりますね。でもちょっとしたきっかけで覚えるからね、うん、選手って、それですごく幅ができるからね、まあ、かつてはその牧原が、うん、あの篠塚さんにキャッチボールした時、スライダーが、篠塚さんスライダー投げた時に、うん、どうやって投げるんですか、そのスライダー、え、篠塚さんにですか、横滑りのスライダーを投げられて、うん、それどうやって投げるんですかって教えてもらって、うん、横滑りのスライダーを覚えて、牧原の幅が広がった。ヤシからですか、ヤシから。そんなことあるんですか。あるある。ちょっとしたきっかけなんですね。まあ、やっぱりいろいろちょっとしたきっかけで全然幅を持ってたりだとかするときあるからね、うん、それは大瀬良はその幅を持ってきたらより安定してくるという。後半そうですよね。だどちらの投手にも言えることはやっぱり貪欲だっていうことですよね。貪欲だっていうか、うん、高橋宏斗は気前がいいけどね、キッパがね教えちゃったわけですもんね、うん、そう、まあ、なかなか嫌だって言えないよね。まあ、そうですね、それなんかね、嘘をつくこともできないし、まあね、うん、まあまあ、だけどよく聞いたよね。そうですよ、ね、よく教えたと思うし、うん、でも今年、はい、終わった時に0点台の防御率でタイトルが決まるのかっていうのは、うん、すごく楽しみになってきてるよね。これちょっとまだ調べてないからわからないんですけど、過去にそのシーズン終わってのナンバーワン防御率ってどこまで低かったんですかね。歴代トップって、だから歴代トップはやっぱり0点台っていると思う。そう、 0. いくつなんですかね、その下が 0.73。 誰だったんですか。巨人の藤本さんは 0.73 が歴代だったそうで、トップね、はい、ということは高橋宏斗投手今 0.48 なので、48だぞちょっとこれあの記録を作るかもしれないです。1943投球回432回、すごいですね。それで 0.73 だそれはちょっとすごい。いやだけどさ、現代のその技術的なものとかね、うん、まあいろいろ比べると、うん、そら今の0点台も立派なもんだと思うよ、ね、まあ昔のね、はあ、数字も立派だと思うけども、うん、ただそれを抜く可能性も今年はこの2人は十分にあるってことですね。そうだな、だから防御率の0点台がもう本当に生まれるかもわかんないよね、いや楽しみですね、楽しみ、はい、はい。